バカみてえにプリンクいて。前回から懲りてないみたいだね。つむぎ、今回はとある企画に参加しているのだ。ちゃんと呼ばれてないと言っちゃダメなんだよ。自由参加なのだ。題してゆっくりリテイク料理祭なのだ。企画はレムの博麗カフェさんだよね。いつもお世話になってるのだ。概要は企画者のチャンネルで見てきた方が早いから、簡単に説明すると、過去の動画を糧にしてパワーアップしてこいってことなのだ。多分解釈違いだとあれだから、ちゃんと見に行ってきてね。それじゃ作っていくのだ。今回作るプリンは滑らかなやつだから、混ぜて茹でるだけでゾロ甘イージーなのだ。材料もパッと見どこでも買えるものだね。必要なものは全部入れたから、あとは容器に入れて茹でるだけなのだ。だいぶ簡単そうだね。牛乳と生クリームをブレンドしたりするとちょっと高級感が出たりするのだ。直火にならないように鍋底にタオルを敷いて、沸騰してから弱火で5分、余熱で10分加熱すればできるのだ。簡単にできるけど待ち遠しいね。できたのだ。全然待ち遠しくなかったわ。注文した料理が早く出来上がりすぎて逆に不安にならんの感覚に似てたわ。それじゃカラメルをかけていただきますするのだ。めっちゃ美味しそうだね。なんか普通なのだ。なんかスケールが小さいというか。クソデカプリン作るのだ。タイトル回収始まったね。誰かディボーションやった。これからクソデカプリンに見せされるのだ。こいつがディボーションだったわ。砂糖の取りすぎは体に悪いからちょっと減らすのだ。 150g って取りすぎに入らないの。最後に牛乳なのだ。材料振り返ると完全栄養食だよね。自分のこと振り返りなよ。あとはクソデカ瓶に差し入れて、またさっきみたいに茹でれば出来上がると思うのだ。いつの間にドカ食い企画になったの。それじゃあと火が入るのをひたすら待つだけなのだ。こんなに大きいのどのくらい時間かかるの。1時間くらい。バカかよ。それが完成したらプリンプリン付きの夢が叶うのだ。きっと企画者の楓さんもプリン付き好きだから、僕の動画も好き好きに違いないのだ。メガキャンが凄まじいね。出来上がったのだ。ほんとクソでかいね。瓶も入れたら新生児くらいあるのだ。食欲一気に失せたわ。10年に一度の最強寒波を利用してプリンを冷やしたら早速食べていくのだ。不要でドカ食いしてきたから先食べていいよ。裏で企画外のドカ食いやめてもらってもいい。でもすごいトロトロだね。早速いただきます。大成功だよ。分だもん。無事リテイク成功したのだ。とりあえず向こう2週間くらいの栄養は確保したのだ。このチャンネル以外にも楓さんの同期の方々が初日に投稿してるから、他の動画も回ってきてね。今月の31日までだから、みんなも投稿してみるのだ。それじゃ僕と紬でゆっくり意識を飛ばしていくから、生きてたらまた次の動画で。私顔まんまい食べてくるから全部食べていいよ。バイバイ。終わったわ。